はいどうも、VIP です。やってきました、 VIP です。よろしくお願いします。 VIP ですということですね。本日なんですけどもね、まあサムネ見てもらったら分かります、久々の巨人純正で試合していきたいと思います。まあね、巨人純正って言ってもあのウィーラーメインなんですよ。ウィーラー、はい、散々僕の動画に毎回出てますね、ウィーラー。ちょっと見てみましょう。はい、ということでこちらですね、ウィーラー。結構ポジション守れるし、まあ超チャンス、パワーヒッター逆境ということで、まあ上位に今回1番バッターとして置くんですけど、結構右バッターでも打ちやすい、うん、毎回言うてますね僕、打ちやすいってけど、ガチで打ちやすいんですよ。なのでウィーラーのね、まあとりあえず称号チャレンジいきましょう。はい、じゃあウィーラー選手、パワーがね3上がってほしいんですよ。パワーが3上がってほしいんで、まあバズーカ、怪力無双、コンタクトヒッターらへんかな、コンタクトヒッターやったっけな、まあいいや。なのでまあけどあんまり使いたくないんですよ。うん、極意書貯めたいんで。なんかダルビッシュさんとか見てたら104とか溜まってたから異次元ですよね、強心臓まあ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 、2回目、何もなしでいきます。何もなしの時たまにスキャーンってなるんやけどね、スピーンって、あれ手法、あ、まあいいんちゃう、2上がるんちゃう、あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあラスト S ランクでつけます。まあこれで極意書3つ溜まったから、まあウィーラーがね、まあ軽く生贄となりました。はい、打撃職人、手法でいきます。はい、ということでこちらがね巨人純正のガチオーダーとなってます。まあウィーラーが入るか入らんかちょっと微妙なんですけど、一応ガチオーダー、ピッチャーもガチオーダーです。今日の先発はとりあえずチェスチェスでいきます。チェスチェスで3チェスでね、まあこんな感じかな。で大会はねちょっともうやめました。今現在ね1月24日のまだ午後10時なんですけど、あのもう66勝16敗ぐらい、もう16回ぐらい負けちゃって、もう心折れました。はい、ほんま続けたらいいんですけど、ほんまがむしゃらになって続ければいいんですけどね。ただなんていうか、今のままじゃ多分勝てないんですよ僕、実力的に。なのでもっと練習してから、あの本番に向けて GSC3 月の大会に向けて頑張りたいと思いますんで、皆さん応援の方よろしくお願いします。はい、まあ、これからランク戦でバンバン動画撮っていきますと。ということで早速ウィーラー or 巨人純正いきましょう。ちょっと待って、最悪アイドルピッチャー金子千尋投手なんですけど、僕ね今実はね、今10時なんですけど、この午後の9時にまあ秋吉選手とね、あの西村選手と試合したんですよ、ルーム戦を。でその時にその西村選手が金子千尋選手使ってきて負けたんですよねそれぐらい金子選手打てないんですよ僕、やばいんですよねマジで。よし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 、オッケー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 。ちょっとね大会ズボディになってるんで僕バッティング注意なんですよね。大会秋一発目まさかのあの秋吉選手と西村選手とルーム戦やるっていう。これ大会2戦目ですね、言ったら大会終わり2戦目。取れる取れる取れる、よし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 、いいね、喋りながらリアタイできるっていいですね、こんだけ気持ちいいですね。うん、昨日もうここ最近大会の試合ばっかりであんまり喋れてなかったんでね、すごい気持ちいいですね、こんだけ喋りながらできることが幸せなんだと。うん、水を得た魚です。はい、水を得た魚発音よ、イントネーションよ。いや金子選手打てるかな。はい、よしよし、ああマジか。さあ相変わらずいいベストピッチ、ベストピッチおじさんと言われてましたからね大会期間中は。さあ来ましたウィーラー、ちょっとねまあ今西村選手のやつで見たからねいけるやろ。ああ、また応援歌入れてない。ああ、今のいけた、これ応援歌入れます、次の試合絶対に応援歌忘れんな VIP。よしよし、オッケーオッケー、ギュイーンってやつが落ちる方やね。あー、ナイスボール、それバセテ君のやらしいっすね、やばい、危な、今完全に見逃してたけどな。さあウィーラー、いやー分からん、もうほんまに分からん、ちょっと誰か教えてマジで、金子投手の打ち方レクチャーさせて、レクチャーして。あー今のまぐれ、いやーホームラン打ちたい、いやこれ赤金子選手が悪いわ、勘弁してよマジで。はい、ということで2試合目ですね、多分ねすぐ終わってるでしょう、うん、金子投手打てないもん仕方ない、仕方がないです。はい、やむを得ないです、やむを得ないですね。もうね金子投手はさっきの試合一応王さんでサヨナラホームラン打ったんですけどマグレスということで、これウィーラー集中していきましょう、ウィーラーで打ちたいんでのホームラン、ウィーラー入った入った入った、よーしゃー、ゼラス、This is this! Come on! Come on, girl! よし。さあ、これね、使ってみた動画でホームラン打てるときは一番人生で気持ちいいっすね。マジで。あ、やばいやばい。なんで大城選手2番置いてるかというと、超固め打ちついてるから。はいはい。ハイカイツボディもね、やっぱルーム戦やったおかげでもう治ってますね。はいはいはい。ありがてえ。これ先行やからワンチャンもう一回回ってくるね、ゼラス。
いやいいわ、もう完全にランク戦の体に戻ってるけど、ランク戦の体に戻りすぎたらクレーさんの大会で打てんくなるから、超高速フェードの練習も常にしとかないといけない。あー石川さん、まあ、大会の石川さん強かったけど、ランク戦の石川さんはそないやでって言っときながらですよ。はい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 、回転でわかるからな。ちょっとランク戦大会はね早かったから、球が。そうですか。はい、あー、こんな球遅かったランク戦。これ多分みんな言うと思うけど、こんな球遅い。なんか止まって見えるんですけど、マジで手前で止まって、変化球の判断をさせてくれてるぐらい止まってますね、球が。はいはいはい、あっ、えそれはうまい。さあウォーレン、あーこれはナイスボー、いけたな。さあワンワン、ワン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 。こんなんしてるから、ちょっと待って、ズラス回ってくる。あ、回ってくるな。あと一人打ったら出てたら回ってくるな。ボール、あーナイスボー。岡本選手、新しいシリーズ継承しないと、やばい。いや、これワンチャン負ける。相手の方絶対強い、これ。どうしよう、メルセデスやねんけど、メルセデス。ナイスボー。スライダー振ってくれたらもう勝てるけどな。このスライダー手出したら勝ち。もう、あ、勝った勝ったっす、もう勝ちっす。皆さん勝ち申し出す。取れるよね。ごめん、嘘ついた。負けるかも。タイピンチついてくれたらな。ランナーセカンド背負いたいな。はい、ナイスボー。でスライダー。甘い甘いって。あー、タイピン出た。よし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 。まだまだ回もありますし、勢いづかれると怖いですから。ナイスボー。なるほど、そうですね。あー、定位置にしてた。前進すればよかった。いいよ、タイピンチ。ナイスボー。カーブとか投げちゃったりしてストライク入るんじゃん。はいはいはい。で、ここのツーシームよーし。さあ、まだ出てますよ。メルセデス絶好調ですよ。来るやろ。あ、フランカー、次ツーシーム張られてそうやから、ちょっとスライダー投げるね。あ、やばいな。うまい。あー、危なー。さあ、ウィーラー回すよ。高橋選手、久々出るかな、今年。ジャイアンツリードで迎える最終回です。さあ、ちょっと集中しますって言いながら喋るのが僕ですけどね。いきます。多分高速進化、超高速進化。あ、でかい方。あー、速い。これが大会ズボディですね。うん、This is 大会ズバディ。いやー、大会ズボディ出てるな。大会ズボディやな。いやー、やばいやばいやばい、めっちゃ速いタイミング。ナイスボー。今のめっちゃいいボール。てかゼラス大丈夫、回ってこへん、これ。やばいやばいやばい、一人出ないと。うわー、歩かして歩かして。空気読んでくれてる、これはもしかして。使ってみた動画と把握してくれてはない。山形氏、大会では散々苦労させていただいたけどね。苦労させていただいた、苦労させてもらいましたけどね。なるほど、そうですか。なあ、早いわ。ちょっとこれ徐々に直していこう。うん、球目は何か。落ちて落ちて落ちて、よーし、オッケー。ゲッツーじゃない限りゼラス確定。ああ、なんかバントしてもいいけどな。ちょっとセーフティーしていい。初球は何から入ってくるか。バントしました。足食った。さあ、そして打席にただ単に送ったわ。きっちりと送ったわ。マジか。まあいいや。何が起こるか分かりませんから。さあ、いくよ。ここでホームランったらマジでかっこいい。なるほど、そうですよね。うわあ、もうフォアボール無理や。はい、よしよし。あー、延長。ちょっと待って、2試合目クソ長なってる。動画的に大丈夫ですか、面白いですかね。まあ、結構カットを身に入れてるかも。長い試合になってるんで、ただ頑張るよ。おっしゃ、片道出た。よしよし、負けたくない、これガチでいくわ。そうですね。ナイスボー。いやー、今のカットボールファールか。ナイス、待って。なあ、早いな。ボール、よし。さあ、2、3フルカウント、どすこーい。よしよしよし。さあ、先ほどホームラン打ってる丸義弘さん、タイピン出たら代打。送ろう。いや、いっか、変化でマイナス1やもんな。ちょっと待って、一応見る。いや、いや、変化でマイナス1ね、変化でマイナス1。
なるほど、そうですか。ナイスバッティング、はい、よし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 、もうここから8点取るね。8点ちゃう、あと何点や、あと7点取ったら強制コールとか。よし、とにかく低め徹底で投げて裏を出す。おっしゃ、もう止まらんぞ俺、もう戻ったぞ、体戻り散らかします今。さあクロマティ選手、ホームラン打ったらでかい。はい、ストレートわずかに外れてボール。いや、やばい、うわー、何してんねんほんまに。まだやっぱ打たれへんなー、てか下手くせーなー、下手くせーわ。いや、ここでホームラン打ちたいほんまに。マジで岡本選手頼む、広角打法出てる。よし、早いかー。さあフルカウント、ストレートはないと思うねんけどな。まあ一応ちょっともうやばい、どういう取り方、これ絶対負けるわこれ。いや怖っ、もうこれ負けたら笑ってな、みんな負けたら笑い散らかしてね。何待ってんのこの人。ゲッツ、もうピッチャーおらんからな。いや抜けるか、いやこれはきついな。オッケー、よし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 、オッケーオッケー、いけるいける。ちょっと中川投手に変えようかな、体力ないけど、仕方ない、これはもう立ちしのぐために。ナイスボー、頼む。これ体力ないっすよ、はい、変化球が決まっています。さあどうですか、さあどう、さあどう、さあどう、これでスリーアウト。いやー危ない、ありがとうございました。